7月5日は、グレゴリオ歴で年始から186日目にあたり、年末まで、あと179日ある。オーストリア戦役、バグラムの戦い米英戦争、チッパワーの戦いアメリカ合衆国の全国、労働関係法制定スパム命名朝鮮戦争、カラス山の戦い。北朝鮮軍と米軍の最初の本格的、戦闘世界初の哺乳類の対細胞クローン。 羊のドリー、誕生メディアを再生する2009年ウイグルソーラン。画像は6日のボーア報道、アフリカのナポレオン、政治家、セシル・ローズ、女性解放運動の母、政治家、クララ・ツェートキン主人、芸術家、ジャンコクトー。画像は、モディリア・ーニが。進化生物学者、エルンスト・マイヤーフランス第5共和制、第2代大統領、ジョルジュ・ポンピドゥ誕生。右画像は、 コンピドゥセンター理論物理学者、ゲラルドと夫婦と、電弱相互作用の量子構造を、解名インダストリアルデザイナー、三桃花英治誕生。画像は、九州新幹線800系電車村上天皇没。右画像は、村上停車。発明家ニセフォールニエプス没。右画像は、ニエプス撮影による、世界最古の写真モダニズム建築家、バルター・グロピウス。 右画像は、グロピウスハウス第67代日本国内閣、総理大臣、福田武雄三冠王を二度獲得した大リーガー、テッド・ウィリアムス・アルジェリアの独立記念日、江戸・キリコの日ビキニスタイルの日。1946年のこの日に、ルイ・レアールが発表したのが最初とされるが、古くは、ローマ帝国時代からビキニ様の衣服が存在していた。ありがとうございます。